ICT って？いろんな ICT のものもあるな。あれ？もしかして？みなさん、こんにちは。今日は初めて美馬じゃなくて徳島市内に来ました。でなぜかというと、実は Facebook とか Twitter で見たかもしれないんですけど、実はママ美馬は大賞を受賞しました。第5回 ICT 徳島の大賞を受賞しましたので、今日は受賞式、これから受賞式が始まりますので、皆さんどうぞご覧ください。ではただいまからフォーラムを始めさせていただきます。この ICT 愛して徳島フォーラムは、徳島県本県における効果的な情報発信や地域の活性化について考えるため毎年開催をしております。徳島県知事の飯泉さんや、本日は ICT 愛して徳島フォーラム開催をいたしましたところ、このように大勢の皆様方にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 ICT 愛して徳島大賞表彰式させていただきます。まずはこの度各賞ご受賞になられた皆様方、本当におめでとうございます。心から喜びを申し上げたいと思います。大賞を受賞されましたまんま美馬様、恐れ入ります。どうぞステージへとお進みください。まんま美馬様には飯泉知事より賞状を贈呈されます。賞状大賞まんま美馬殿、あなたが制作したファイクのまんま美馬 TV は第5回 ICT 愛して徳島大賞において当初の成績を収められましたので、これを賞します。平成28年1月20日徳島県知事飯泉、どうもおめでとうございました。おめでとうございました。他にもいい作品がいっぱいあったんやな。どうもおめでとうございました。愛して徳島大賞はですね、第1回から第5回まで、引き続いて私審査員もさせていただいているんですが、全体的な評価としましては、年々クオリティが上がってきている。まず今ご覧いただきました大賞まんま美馬ですね、すごくインパクトがあって、心が引きつけられます。なおかつですね、スピード感がありまして、非常に楽しく拝見できる作品です。審査員の中にはテレビ関係者の方もいらっしゃるんですが、その方によりますと、もうこのままケーブルテレビで使えるんじゃないかというようなことで、非常に完成度が高いということですね。それぐらいのクオリティになっている。パイクさんはですね、見た感じはもうどちらかというとプロレスラー並みの体格をされているんですが、映像の中では非常にきめ細かい、繊細な作り方をされているということで、大賞に十分匹敵する作品だと思われます。プロレスラーやって。それではまんま美馬のバイクバンドン様、受賞作品のプレゼンテーションをお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ご登場ください。レディーシェイジェントルメン、バイク誕生。どうぞ拍手でお迎えください。皆さんこんにちは、オランダ出身のまんま美馬 TV ナビゲーターの197センチのパイプファンゾーンです。よろしくお願いします。今回は愛して徳島大賞という、まさに徳島のノーベル賞と言ってもいいぐらいの素晴らしい賞をいただいて誠にありがとうございました。ありがとうございます。そしてまんま美馬に出演してした、方皆さん、誠にありがとうございます。そして僕を産んでくれたお父さんお母さん、ありがとうございます。やった。あ、大丈夫です。
僕たちママミマ TV が、ちょうど1年間前始まりました、それは、プロデューサーママミマのプロデューサーの田中和也くんが YouTube を見てやっぱりミマについての面白い動画が少ないと気づいてカメラマンの佐藤正俊に何か作ろうよという話です。正俊さんがじゃあ市役所に面白いやつがいるから聞いてみようかという話で1月16日の金曜日ちょうど1年間前その2人が市役所に来て、早速その日撮影が始まりました。まさに運命的な出会いでした。それから1年間うだつの町並み、寺町そういう伝統的な、場所そして高野平の桜、美馬町の三島山そういう自然な場所そして唐辛子の美馬からとか 特産のものを紹介する39のエピソードを出しています。それでは映像をどうぞご覧ください。街並みというとね、愛ですね。すごく綺麗です。歴史もう全国でここだけしか残ってません。全国的にも非常に珍しい。食べ物うまいです。本当か？本当です。風景や It's really peaceful place and really quiet。 もう江戸時代の雰囲気です。人々また来たいですね。観光もぜひしたいです。日本の習慣を紹介しています。美馬の美しさ、楽しさ、面白さ、美味しさを見せたい。世界の皆さん、パイクのマンマビーマ TV で美馬を冒険しよう。それではご覧いただきましょう。僕たちの作っている動画は、何よりも美馬市の人たちと一緒に作っている動画です。オープニングにも、出ているロゴとタイトルは、美馬中学校の3年生の古田律さんが書いてくれました。それから、さっきちょっと聞いた、可愛いナレーターの声は高里小学校2年生の田中正樹ちゃんです。その他にも、美馬市の、美馬の市民が大勢出てますので、知り合いの方もいるかもしれないですね。やっぱり海外で日本といえばだいたい東京とか、京都だと思います。美馬、徳島、四国でも知っている方は海外でやっぱり少ないですね。
残念ながら。そして日本中でも美馬を知っている人も、まあ、大勢はないかもしれないですね。でまたは地元の人もここ美馬には面白いところ、面白いことはあんまりないですよって言う人も少なくはないです。私たちママ美馬 TV はそれを少しだけでも変えたいと思います。実は日本の田舎が素晴らしい、実は面白いことが数えきれないぐらいあります。美馬や徳島は素晴らしいところ。ほんまに美馬や徳島はええところやな、バイク。うん、僕もそう思いますね。だから改めてママ美馬 TV に出てくれた人、協力してくれた人、美馬の皆さん、そして ICT 徳島の皆さん、誠にありがとうございました。これからももっと美馬の魅力を世界に伝えるために頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。なぜかというと、やっぱり美馬は私にとって第二のふるさとだと思います。今日はありがとうございました。パイク、よくできました。やりました。重賞しました。嬉しいですね。ここはめっちゃ暑いので赤くなってますけど、それも喜びの赤さ。皆さん大変ありがとうございました。皆さんこれからもよろしくお願いします。私もとっても嬉しいです。